ないことが連続で起こってる。ちょっと待って、一回飲もう。バイ。ああ。いや、聞いてよ。うちの家さ、結構上の方のね、階なんだけど、ベビーカーでさ、エレベーター降りようとしたらさ、まさかの点検中でさ、みたいな、点検中みたいな。で、抱っこ紐でね、今抱っこ紐急遽来たんだけど、抱っこ紐だけでいいと思いきや、今日撮影したかった内容が、ちょっとめっちゃ手震えてるわ、やば。うちの子まだね、腰座って、やべ、めっちゃ震えてる、やばい、筋肉が。一人じゃ座れないから、寝かしたきたくなくて、ベビーカーに乗せたかったんよ。どうしてもベビーカーで降りたかったの、下に。でも、うちが持ってるベビーカーが、もうかなり重くて、一人じゃ持ち上げられないやつなのね。で、降りるじゃん。で、やっとこさ降りて、もうやーばーと思って、ここに来ました。待って。カメラ忘れた。カメラ忘れた。ありえないよね。それでカメラ忘れたことに気づいて、とりあえずベビーカーとか置けるもん置いて、またさ、今度は下から上がったさ、上までベビーと共にね、もちろん誰もいないからベビーを預けて見ててっていうこともできないし、また下から上がってさ、もうその時点でもうこんなんよ。で、そこでカメラ撮って、またね、点検はもちろん終わってないから今度は下がって、まあベビーカーないだけマシさ。やばくない？こういう時さ、本当にやっぱりもう最悪とか、もうマジありえないっていう感情にとらわれるんだけど、まあポジティブに考える。いや、もしかしたらね、早く来てたら車にひかれてたかもしれない。このタイミングでベビーカーと共にいてたら、何か知らぬタイミングで車とぶつかって事故ってたかもしれない。だからこの私のすっとぼけおとぼけちゃんは命が助かったかもしれない。レッツポジティブシンキング。ポジティブにやっていくしかないということで、本日の企画を説明しよう。なたちゃんグリーティングになれよ。この企画は何かと言いますと、なんとですね、この撮影してる日の次の日、明日ディズニーランドに行くことが決定しました。ミッキーとかドナルドとかわからないけど、グリーティングをしたいということで、まずはそのグリーティング初めてなので、いきなりでかいキャラクターが目の前に、あ、でかいキャラクターとか言ってごめんなさいね、あの現れた時にってなっちゃうと、あのやっぱ夢の国のオサにも失礼だったりするので、まずは慣れてみましょうということで、慣れてみましょう兼あのどんな反応するのかっていうのを含めた動画になります。ナタちゃんよろしくね。まずはおまんじゅうさぎー。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。おまんじゅうさぎ。そういうことでナタちゃんの反応を見ていきたいと思います。おぱんちゅおぱぱんちゅちゅおぱんちゅうさぎ。履くの履かないの、履くの履かないの、履くの履かないの、履いてるんですけど。おぱんちゅうさぎ。くちばしのキャラクターに会おうか。待ってて、黄色いくちばしのキャラクターに会いたいと思います。カートカンパンカンパンワークのカーパン寿司
ちは。パパだよ。はい、ということで皆様、結果ポーカーフェイスということで許しですか。おー、ということで、興味を示して、一応興味ある、一応興味を示してるのか示してないのかちょっとわからないんですけども、興味示してるということでいいですか。一応まあ見てくれるので興味を示してくれてるという意味でいいんじゃないでしょうか。ということで、あの泣きはしなかったので、まあグリーディングね、大丈夫かなね。ということで、あ、笑ってるということでね、あのグリーディングこのままですね、明日ちょっと挑戦してみましょう、初めてのグリーディング。今日のね、あのこのリハーサルですよ、これはリハーサルを、ね、乗り越えたということで、明日ディズニーランドに行きましょう。本物のくちばしさんともしかしたら会えるかもしれない。同じくちばしだけど、こっちはカッパで、あっちはアヒル。まあでも泣かなかったので、いけると思います。ルートだよ。はい、ということで皆様、本日も動画最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンのほどぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。不思議だね、さっきずっとベビーカーに乗せたり抱っこしてたら不機嫌だったんですけど、ちょっと床にポンって置いてみたら大喜び。すごいね、赤ちゃんって不思議だね。床に寝たかったのかな。でもこれさ、かかとモコモコだけど、ちょっとどんどんやるからかかとが心配だけど、めちゃくちゃご機嫌だからちょっと様子見てます。心地よくはないと思うんですよね。